デジタルウェブチャンネル YouTube ニコニコ動画をご覧の皆様こんにちは。デジタル編集部こしゃんです。今回はですね11回目なんですが、初の神奈川県での実践になります。で、その神奈川の、ね、場所はというと、横浜西口出てすぐなんですが、今回もこれまた初の試みなんですけどね、スーパースロットクラブ Z さん、そして横浜西口スロットキングさん、そしてキング EX さん、この3店舗を自由に動いて立ち回っていいという趣旨になってます。今まではこう1店舗でこうずっと動いてたんですが、これが 1,2,3 店舗とね動けるんで、立ち回りにかなり幅が広がるかなと思うので、まあ、ちょっと僕自身も楽しみです。で、一応昨日ね、下見に来てるんですが、特にねこう狙いそうな台がないんですよね。まあ、この店舗にいるユーザーさん結構レベル高いんで、でまあ、朝も抽選なんでね、まあ、その抽選次第で、まあ、行く店と狙い台を変えてみようかなと思います。いい台拾えるといいんですけどね、どこまで行けるか分かんないんですけど、まあ、3店舗立ち回ってみたいと思います。では実践スタートです。最初の抽選は、スロットキング、スロットキングさん、抽選の時間がちょっとずれてるんで、ここの抽選ダメだったら、次は、クラブ Z さんの方行きます。まあ、とりあえず狙い台ないんで何番でもいいんですけど、どうぞ23番でございます。あ、これ取る。どうぞ。24番の方、ありがとうございます。25番だ。抽選番号が23番で、入場券が25番。よし、次行こう。あ、ごめんなさい。次は、クラブ Z さんの抽選です。よし、続いての抽選は、スーパースロットクラブ Z、 クラブ Z さんですね。まあ、別にこっちも番号、特にいい番号じゃなくてもいいんだけどね。お願いします。はい、こちら。あ、こちら5択です。5択、じゃあ、はい、はい、じゃじゃんダメだ、抽選ダメだ。まあいいか、とりあえずまた適当に入ってウト台選ぼうかな。まあ、最近コードギアスばっか売ってるんで、まあ、コードギアスでも打とうかな。コードギアスかブラックラグーンにしよう。15番、俺はブラックラグーンとコードギアスのある3階へ行くぜ。バジリスクとかもいいんだけどな。あった。うわ、どうしような。ラグーンとギアスで迷う。いや、どうしようかな、どっちにしよう。じゃあ本日1台目はコードギアスで、まあ結構ねきつい台って言われてますけど、僕結構好きなんで、今日はちょっとこれを最初やってみようかな。で、前の日一応エアジーちょっと続いてるし、まあたかだか200ゲームもないけどね、もし強気だらちょっとでも待てた方が得だしね。天井行った時ので、天井行ったで第2天井まで行けば強力なんで、じゃあちょっとコードギアス打ってみます。おっ、よっ
か C2 なんだ、ジャックか。いや今今日だったらなよかったんだけど、まあ今もしかしたら通常にはいたかもしれないから、今のジャックスイカで広角に上がってくれるといいんだけど。あーちょっと今馬術部出たけど、第1ですか第3ですか忘れちゃった。キャラアップからの第3停止で馬術部とか飛行点とか出たときは効果が確定するんでいいんですけど、一番いいのは走行外ステージ移行する定点なんだけどね。よっ、今日、あーまた弱だ。降格移行抽選も普通の降格行くときと、あの降格保証ゲーム数に当選したときとでちょっと演出が分かれるんで、降格保証ゲーム数っていうのに当選すると、あの30ゲーム間は必ず降格が続いて31ゲーム目から転落抽選で落ちるっていう形になるんですけど、あの降格が確定する走行外ステージはもう移行した時点で、あ今のですねキャラアップからの馬術部っていうのは第3ステージで出たんで降格が確定してます。今ただ走行外ステージに移動しないんで降格保証ゲーム数がない可能性がありますね。なんで今はもういつ落ちるかが分かんない状態なんで、ここで強チェリーか、強スイカか。強チェリーだったら設定差なしで 33% で、強スイカは 50% で ART 当たるんで、本当に強攻略がいつ引けるかはタイミング次第だけの台なんだけどな。おっ、あーまたジャックだよ。夕方なんで今日だ、またジャックだ。おお出た、ユヒカツイン、これ激アツだよ。期待度何パーセントぐらいあるんだったけどちょっと忘れちゃったけど、個人的にまだ一度も外したことがないんでね。強チェかな、あ単独黒の騎士団が現れただと、なんだろうな、けど今パンパンとしてここテンパった方はもうこれないよな。これ最新鋭の純日本製ライトメアフレームグレンの式、あ、今赤菜の下段狙ったんですけどスイカ滑ってきたんでこれでも白ビッグ確定です。これいやー今単独だろうからな、そして変なとこで、あ矛盾してるんでやっぱ確定だね。あれ、あいやそうだよね、今なんで揃わなかったんだろう。今の単独だったらな、単独ボーナスはビッグもレギュラーもギャスアースも全部6万5千分の1なんで、まあ、正確には65536なんだけど、おあ単独なかった、チャンス目だ。いや今何の手目だったんだ、まあいいや、よしとりあえず投資が1万1000でショビック。ちなみにビッグ終了後にここのランプつくときはあの ART の、 あの前兆中にボーナス引いたか、あのボーナス重複当選時の公約で ART に当選したか、あのビッグ中 の、 あの C2 が確定、C2 揃いが確定してるときに揃えなかったのどれかで光ります。あのビッグ中の公約で告知しなかったときはここは光らないんで、通常時公約からの ARD 当選率にあの設定差があるんで、でも今の法則を覚えとけば、設定こう判別してるときとか役立つんで、まあ覚えといて損はないです。おお。グレン舞う、今のは俺
初めて見た。あ、これ当たったでしょ、さすがに。あ、来た来た、もう。ちなみに白レギュラーの時はあのスイカ外れ目が目にならないんで、あのスイカ赤な狙ってスイカ外れ目出た時はもうスイカ白ビッカ規定です。よし、とりあえずでこんだけになっちゃったけど出玉で当たった。まあ重複当選役もチャンス目だから、まあ ARD は無理か、広角行っててくれるといいんだけど、うーん、もうガセ前兆行って、いざの準備は順調か、なんて気楽なんだ、順調、広角かもしれないとこで強チェリー。さあどうかな、ギアスランプでステップアップしてるけど、あー弱い、もう、あ、グレン・マウダーボーナス期待できるな。それよりてかこの演出来ないと当たんないからな。お、チャンスパターンも出たし、けどあのさっきみたいにあのスイカ外れが出ないんで、この時点でもう赤七頭のボーナスか白レギュラーなんだよねこれ。まあ子役立ってたかもしれないんだけどね。頼むなよこれ、よし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 、どっちかな、白レギュラーか赤レギュラーのどっちかだと思うんだけど、ボーナスか、ね、今合格だったら何かしら、あ、今なんで俺狙わなかったんだろう、合格だったらまた黄昏の扉開いてくれるかもしんないからね。よしお願いします。さあ頼むよ、よっえい、じゃあベルしか引けない、あ弱子役じゃ当たらんな。ちなみにあのレギュラーボーナス中の子役であの ART 当選した時は絶対ギアスランプ光るんで、あの潜伏することはないんで、光らなかったらアウトです、そこで。でレギュラー後は必ず降格と降格ホストゲームスゲットできるんで、あの30ゲームは最低降格確定なんで、ここちょっと勝負どこですね。何ゲームで引いたっけな、120いくつぐらいだったと思うけど、通常時の子役で ART 当選、まあ、もしくはあのガセ前兆に発展した時は22ゲームだったかな、22ゲームから28ゲーム以内の振り分けがあります。でガセとストックが1個の時は同じ前兆ゲーム数の振り分けなんですけど、ストックが2個以上ある時はまた振り分けが変わるんですよね。お次回予告来たけど、どうだ、いやグレンマウならいけるだろう。お、チャンスパターンも来たし、ここで強チェリー来た、強スイカでグレンマウでチャンスアップパターン来て、これで外したら、うわーマジで、えい、よっしゃあー、さっきの強制でボーナス当たったのかよART 来たかと思っちゃったじゃん、もうまあボーナス当たったからいいんだけどさ、全然あー、なんてこったい、まあ、さっきの強制だよね、これは。で、連続、うん、そうだな、で、連続演出入る前に入ってからか、入ってから強制取ってるんで、まあART 行ってる可能性あるんだけどな、どうだろう、うわー、きた斜め揃わねえから、よっ、あー、とりあえず一発いただきました。いやー、この1画目出すと気持ちいいんだけど、
あの1画目狙いすぎてこう上に止まっちゃう時なんだよね。で一発さっき C2 揃えてるからさっきの前兆順やったかどうかが分かんなくなっちゃったな。まあ、とりあえず ART 一発と。さあ上乗せしてくんないかな。 C2 図柄と通常時の火薬で当たってても、まあ、ほぼ一発二発なんで、まあ、薄いところ行けてればいいんですけど、なるとまあこれは2発で終わる可能性高いからな。まあエアージ入ったら完全に引きですよね。まあ高設定の方が小屋確率がいいんで上乗せするチャンスがあるっていうところで言えば設定差がないっていうわけではないんですけど、ループはなまず当選しないからな。そうなると ART 中に上乗せせないと、この最初のな5ゲームのやり取りが全く無意味なんだよな。そこもちょっともったいないなと思うんだよね。まあその分学力の人員とか出てくると相当食おうって思うとこなんだけど、あれ終わっちゃうのかな。マジか。じゃあさっきの強水化は使ってるかもしれないのかな。これはこちらの動きを通る。ああ自力で入っちゃった。これストック残ってるかどうか分からなくなっちゃったな。あれけどおかしいな、あのサンタ君の時はサンタ君の時は必ずあのハテナナミ出てくるからね、あの自力で当てろみたいなゼロの。つまり今のは残ってたってことでいいのかな。ストックなんかよくわかんねえよ。弱スイカ、じゃあこれ弱テリーだね。まあ、ただ弱テリーじゃ乗らねえからな。コーネリアの赤窓出てきたからどうだろうな、残ってんのかな、ま、破壊しないかな。あー下かだってことはさっきのはただあれかストックしてなかったのか。この ART 落ちてから戻るときはあのいきなり進軍ステージ行くよりは学園とか自宅ステージに落ちてからのが熱いんだよね。あ前兆がガセ前兆の場合は16から18か ART 終了後のガセは。なんで今こっからあと連続遠征2ゲーム3ゲーム行くからもうこれガセだろうな俺。広角ステージに移行したんで今保証ゲーム数がまだある状態の広角ですね。で広角あいや倉庫外ステージ移行してからはあのシャーリーが出てきたらとりあえずまだ広角確定です。ベルフラ来たからまだ降格か。今のうちに何か引きたいんだけどな。ああ入ったね。ああ白キツか。いやー違った。ああエイリアン出てきた。しかもこの演出で当たってくれる。よ
おお、こんなチャンスパターンがあるのか初めて見た。おお、どうだろうな。お、エイリアン系プレミアム、白かな。あ、赤か。しかもレギュラーだ。なんてこった。目押しミスしてる。あ、よかったよかった、白だった。いやー、ボーナスが当たってくれるからなんとかなってるけど、やっぱ ART 入んないと増えないね、この台。あれ今ど、なんだろう、まあ、とりあえず当たった。けどさっきのチャンス目だったからな。もしかしてリーチ目役だったってことあんのかな。まあ、それでも確か当選率一緒だからな。さあどうだろうな、伸びてくれるかな。いやー、強行役あんま来ないね。まあ、ただ弱子役で乗せた方が、画面ストックと普通のストック 50%50% なんで、まあ、弱子役で画面じゃない、弱子役でここのギアスランプついたら相当最初のバトル期待してもいいんじゃないかなと思うけどね。 50% なんで。おー、 ART1 の C2 なんで、この時点で期待度何パーだったっけな、66%ぐらいあるはず、あったかな。よ、個人的にここに滑ってきた時点でも当たる気がしないんだけどね。よ、お願いします。よ、じゃあとりあえず一発取った。で C2 揃いでもう 20% で画面行くんで、あ、 C2 じゃない、ごめんなさい、平行揃いですね。平行揃いでもう 20% で画面行くんで、ちょっとこのバトル楽しみ出てきましたね。チャンスアップパターン来ないかな。よっ、あー来なかった。あ、来ました。これ熱い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 。半月羅漢の陣がこれでも全然熱いんだけど、八家の陣が良かったな。お願い、捕まえて、かかれ、止まるな。まあけどここで落とせばまだね。よっ、よしよしよし。さあどうだ、半月羅漢の陣と、あと1個、さっき須崎捕まえてればな言ったんだけど、お願いします。えい、よし、行った、ガウェイゲット。あー、ループだった。なんで今ガウェイだと思ったのに。何で当たったんだ。普通にループ抽選の抽選昇格したのかな。あー、分からんけど、とりあえずループゲット。よーし、来た。あれ、ガウェインじゃなかったのってことは、さっきの C2 揃いの抽選はガウェイン漏れちゃったね。 20% は、まあもしかしたらあのループに当選してて一緒にガウェイン行ってる可能性があるから入ってから着く可能性もあるんだけど。さあ来ました、ループシステム。80% と 90% もほぼ1対1なんで、さーてどっちに行くかな。でループ ART に当選すると1発目は絶対落ちないんですよ、1連目か2連目なんで。さっきみたいに必ずループシステムの指導画面が出てきて、この2連目のトツリップからあの転落抽選始まるんで、っていうことはもう1発目がもうループだったってことなんですよね。何で当選したんだろう、ループ
ART に。いやなんだろうな、全く分かんないよ。まあとりあえずあのループ入ったんでいいよね。まあ言ってくれたけどどうなんだろうな、格欲だからな。お願いしますよ。あーマジで嘘でしょお、破壊したな、これ両方破壊してくんないかな。まさか一発で終わるなんてことは。よいしょ、あーよかった、2個破壊してくれたんでループ継続確定です。よかった、おいめっちゃびっくりしちゃったよ、いきなり終わったかと思っちゃったで、これループシステム継続で出てないんだけど、あの武器破壊は2個武器破壊はループ継続確定なんで大丈夫です。うわー焦った、よかったよ。C2 だとほとんど当たんないからな。まあさっき当たってくれたけど、えい、だー当たったラッキーだな。さあこれで 20% で画面いってくれます。いやー格欲の陣か。いやーやばい、スザクが出てこない、ちょっと危ないぞこれ。いやーちょっと格欲の陣だからな、怖いな。お願いします、えい、よーし、こっちも行ってよっ、よーし行った、ガウィン、さっきの平行で行きましたね、ガウィンに。よー乗ってくれないかな、いっぱいお願いします。いやー見て、いいランプのつき方してるでしょこれ、ガウィン反逆ブラックレビリオンって。いやちょっと早い、2ゲームぐらい早かったな。できればガウェイン入ってから行ってほしかったんだけど。よし、ガウェインスタート。ガウェイン中はオシジュンベルでも 20% で ART 当たるんで、どんだけベルいけるかっていうのも大事なんですけどね。なんかガウェイン入るとベル来なくなるんだよねこれ。前あの2セット連続でガウェインいたことあったんですけど、40ゲーム消化してベル2回しか来なかったからな、その時。よーし一発乗った。目標はあと1回なんだけど、どうかな。よっ、さあよっ、おー熱い。通常の ART だとそこまで熱くないんだけど、ガウェイン中だからこれいったでしょ。あれなんだこれ、あ、PDT だ、これ来ましたね。ちなみにガウェイン中はシングルボーナスでもあの上乗せしてます。まあ、損壊しの、あの期待度が 1% ぐらいで、まあ、ほとんど乗せないんですけど、お願いします。よっ、よーし乗った乗った。これで今最低3発か来るかな、連続告知。よっ、よし乗った。まあ、今のはベルで連続で乗せて告知が出たってとこだろうけど、よっ、よー乗るな。今何発乗ったかも忘れちゃった。えい、よっ、よー乗るし、めちゃ乗ってるあ、また乗った。ていうかベルでの電撃で告知してるから何発乗ったか分かんなくなっちゃった。いやすげえな、今何発乗ったんだこれ。いやもうしばらく安泰だねこれ。ガウェイン行ったってことはさっき多分強スイカで当たったやつがガウェイン行ったね。あー来たんじゃないこれ、あー来た、ガウェイン突撃だ。さあどうだ、ギアスチャレンジ来るかな、間に合うと
シャルルまで行ったらギアスタイルが確定するから。けどな、一回も見たことないんだよな、行ったとこ。おー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 、のがめテンパった。わあ、マジか。ルルースでナメソル来たの初めてだ。ああ、これは入ったな。あれ、もしかしてスイカ来ちゃうのかな。あ、オッケー、白ビッグですね。あー、しかもエピソード BB なんで、まあ、この時点でまだ残り、まあ、まだループ終わってないんで当たり前なんですけど、エピソード BB あの残りストックの数であの出てくるエピソードが決まってて、シャーリーとこのエピソード BB シャーリーと重工か、これは残りストックが3個以上ある時にしか出てこないんで、で他のエピソード BB だと地染めのユフィだったかな、地染めのユフィが確か残りストック3個以上ないと出てこないのかな、ちょっとはっきりと覚えてないんだけど、そうだね。であと崩落のステージとゼロが残りストック6個以上の時に出てきます。まあ必ず出るわけではないんだけど、であのもう1個エピソード BB の何だっけな、あ、行動ギアスの防国の秋とか、あれが獲得枚数が1205枚以上の時のストック残りストック5個以上の時に出てきます。あー、何気にそうしちゃった。で通常時に出てくるあのエピソード BB の魔人が生まれた日があの 90% ARD 確定で出てきます。エピソード BB はこんなとこかな。でもってまたエピソード BB、 これはなんだこれ、あ、亡国の秋だ。あ、これ初めて見るな。ちょっとゆっくり回そうかな。まあゆっくり回せばあれがムービー部分は変わらないのか。クラブ Z はどうかな。なんか鉄拳デビルのところに、鉄拳デビルとかなんかオレンジジャンパー着てるやつがいるんだけど、誰こいつ、これデタルって書いてある。何やってんの。いや、あ、なんか今日、取材？実践取材。そうです。今日はあの神奈川でも、実践取材ってもやってまして、それでちょっとデビルをデビルは過ぎたのかなっていう感じでやってるんですけど、まだ行けてないです。そうですね。まだ知らない。フリーズ引くまでやろうかなと思ってるんですね。よさげ？よさげ台は。よさげ。あ、けど出てるじゃん、だって。そうですね。
ね、いっぱい14連したんで、デビルアッシュで、また後で来るよ。まだ昼ぐらいだからな、もうちょっと後から見に来るか。おお、なんだこれ、初めて見た車係の陣、まあ、金色でプレミアだね。あ、こんな陣あるんだ。斜めに出っ張っちゃった。はい、また画面ゲット。いやー、久々だなー。あー、また報告なきと出てきた。ってことは残りストックがあとまだ5個以上ありますね。彼の目に映ったのはあまりにも残酷な光景で、次回せめて悲しみとともに。悲しみとともにはストック何個だったかな、3個かどこかちょっと忘れちゃったけど、まだ残り複数あることが確定したんで。もうこうなると何個ストックあるかもう全く分かんないからな、まあ、それがギアスのいいとこなんだけど。いた、ゼウス君を見つけたぞ。ゼウス君、もうすでに足跡残してるからね。もう一箇所。いや、どこかな、楽しみ。ゼウス君の後についていけば暑いところが分かるのかな。おわ、なんかウルトラマンめっちゃ出てるお、ここ、キング EX さんだよね。ここ神奈川編集部の、班長の話だとパチンコがね、かなり盛り上がってるっていうのは聞いてたんだけど。あ、班長がいる、班長が。さっきクラブ Z でデビル打ってたのに。どうしたの？あれデビルは？いや、デビルはちょっと今調子が悪くて、ちょっとやめて、パチンココーナーが結構、キング EX はパチンココーナーもいいんで、まあ、行くって言ったらスロットばっかりって思いがちなんですけど、本当、キング EX はパチンコが。あ、パチンコいいんだ、ここ。はい、いやー、ギルフォードか。あー、終わるかな、7521万76連。えい、だー、まだあった。終わんねー。
勝つかな。勝つ。私は姫様を守るためのクラッ。あ、まずいまずい。これは8000枚の82連。さあどうかな。おお、ついにとりあえず落ちた。長かったな。さあどうだろうな。あーやばい。やばくはないんだけど、自宅ステージだ。えい、あー終わった。ダメだ。今3択当てればいいんだけど、まあけどこれでもね、普通だと進軍ステージから始まって、要は復活し引き戻しっていうか、まだストックありますよみたいな演出が多いんだけど、 ART 終了後の場合は自宅ステージや学園ステージからスタートが熱いパターンが多いんだよね。でこの後全場を経由して突入するんですけど、まあ、40で ART が終わってるんで、 ART 終了後は16、17、18が確かガゼ全長の、ゲーム数なんだけど、学園とか自宅ステージ挟むとその全長ゲーム数が伸びるんで熱いっていうパターンなんだけど、これはさすがにちょっと全長の動きがなさすぎるからダメかな。これはやーってどうかな。で、チャンス目も否定したんで、で今40終わってから26ゲームなんで、そうそれなりにストックが残ってる可能性が高くなりました。作戦開始。あー、しかもガウェン行ってるよ。この謎ガウェンストックなんだけど、あの ARTG とかにストックするとそのストックをあの潜伏させずに、要はギアスランプで告知して当選しましたよって出すパターンと、ギアスランプで出さずに当選しましたよってパターンと、さっきみたいにあの1回通常に潜伏するパターンのストックとっていう、あの種類に分かれるんですよね、あの複数ストックした場合。なのでこのガウェインの場合はその外に出さずに中内部的にガウェインストックしてましたよっていうやつのはずなんだけどね。とりあえず今もう一発継続は確定しちゃったね。確定で2発か。またこの後2連は確定しましたね。今ね通常陣形で 1,2,3 って作戦が全部成功して、なんか一気に左の方まで行ってるんだけど、1個この前の ART でレア役1回吹いてないから上乗せしてないと思うんだよね。これどうなんだ、これまさかと思うけどループじゃないよねこれ。あーガウェインだった。いやーヒヤッとしたよ。今からループ入るともしかしたら、まあ、取り切れなくなっちゃうかもしれないからね。まあ出るから入るに越したことはないんだけど、ちなみにまあこれ敗北した画面なんですけど、100連確定してると思っててバトルすっ飛ばしちゃいました、ごめんなさい。今9224枚の、99連したところでとりあえず敗北で、この後まあ一応引き戻しというか、潜伏してから復活もあるけど、どうなんだろうな、もういつ終わってもおかしくないからね。あー、しかも進軍ステージからだ。なんだそちらの動きを通るオプション、まあやったかい。まさかの100連目前にして、
狙うはコーネリア。あー、奇跡の東堂か、まあ、これでもまだコーネリアよりはマシな気がするけど、ダーチャンスパターンなし。レアヤク来た。これでなんとかなんないかな。あー、弱手じゃダメだな。いやー、チャンスパターンゼロ。これはきついな。あー、100連目前で終了しました。一応前兆はあるにはあるんだけど、前兆ゲーム数は基本的に ART 終了後、進軍ステージが始まった場合、あそこで失敗して復活した試しがないからな。まあ一応 ART 終了後もモード移行してて、今みたいに合格いってる可能性あるから、回すかとりあえず少しだけ。99連であと1回なのに、うん、ダメだな。よし、終了しよう。いやー、すごい出ちゃった。まさかあのループからこんなに伸びるなんて。いやー、惜しかったな。100連まであと1回で、万枚まであと1000枚か。あー、ビッグがあと3回か。まあ3回はちょっと無理か。まあやりました。9442枚。まさかまさかの9000枚で、よし、とりあえずクラブ Z とか行きます。もう夜になっちゃったな、クラブ Z さん、こんにちは。ちなみにクラブ Z なんですけど、あれ、あそこ見て、あそこ、あのジャグラーナンバーワンで全国ね1位にも輝いたぐらい。あ、そこにもある、そこにもペカリ王だっていう、まあ、ジャグラーがすごい熱い店だということなので、とりあえずクラブ Z さんではじゃあちょっとジャグラーを打とうかな。なんかいい台落ちてないかな、連チャンしそうな。どうせだったらジャグレーンで一気に出したいからね。ないかな、どっかにないかな、ジャグレーンしそうな台。誰か当たって20ゲームぐらいでやめてる人いないかな。ダメだ、やっぱりないわな。ほらほら、見て見て、10月10日全国ジャグラーを愛してやまない読者ナンバーワン決定戦で表彰されてる、あのうちからまあ稼働がいいからね、若いお兄ちゃんも打ってるし。ジャグラー空いてないよ、デンス君、ジャグラーが打ちたいのに。ダメだ、 EX 行ってきます。じゃあよし、キング EX。 あの神奈川編集部の班長がパチンコを進めって言うんで、最後はここでパチンコを打とうかな。どうせだったら瞬間的に出玉が爆発するやつがいいんだけど、
何にしよう、迷うな。よし、最後はあの班長おすすめだったエヴァンゲリオン、まあ、ちょっと一気に出たまま出ないけどね、これ打って締めようと思います。お、これ何？ああ、今のねパイロット決まらないからダメだったのか。なんだよそれ。自分の中でパチンコはもう5、6戦で当たらんときは勝てないっていうジンクスがあるんでやめます。まあ今日はこんなとこかな、十分出したし。じゃあ終了かな今日は。はい、実戦終了です。お疲れ様です。ただいまの時間が夜の9時なんですけど、最初に3店舗立ち回ってこう動くっていうことだったんですけどね、最初に打ってるコードギアスが思わぬ連チャンしてしまって、なんと99連ぶちかましてしまいました。で最初に持ってたメダルと合わせて、9442枚、あと一歩で万枚っていうところまで出ちゃったんですよね。まあ、それでちょっと時間食いすぎて立ち回ることができませんでした。まあ、今他の店舗さんにも様子見には行ってたんですが、まあ、しっかり出玉出てる機種もあってかなり力入ってたんじゃないかなと思います。でそのね、キーになるのがこのマスコットキャラクターのゼウス君。このゼウス君来店してる日はそのかなり暑いんじゃないかなと。で店で打ってたり、例えばこうゼウス君来ますよっていうのがあったら、ぜひぜひこうゼウス君のね後ろにひっついていってみたら美味しい思いできるんじゃないかなと思います。そして今日の収支なんですが、コードギアスが投資11,000円で、最後にあのキング EX さんでねパチンコちょっと打ちましたので合わせて16,000円で、回収が、コードギアスのコードギアスの9442枚で、サマイ数でいうとこれちょっと全部スロットの、ね、メダルでちょっと換算するんですが、プラス8892枚ということで、番組史上最高の3枚数を叩き出しました。いや惜しいな、万枚出したかったな。5号機でまだ万枚出したことないんでね僕。まあまあこんだけ出ればね、まあ、十分ということで今回、11回目大勝利を収めれたということで、次回12回目もねがっちり勝利をつかみたいと思います。まあ、今回ちょっと3店舗回れなかったんで、また機会あったらぜひ挑戦してみたいと思います。それでは第12回目でお会いしましょう。バイバイ。